今回はガチャリドラカード2ヶ月目チャレンジやっていこうかなと思います。で、まあ一応新規の人とか復帰勢の人とかもいると思うんで、もう一回軽く説明するけど、ガチャリドラカードっていうのは、ここに書いてある数字の分だけ、ランダムで星5のキャラ出てくるんで、その中から好きなキャラ1体を選んで受け取れるっていうやつですね。だから復帰勢の人とかは、あ、そんな風になってんだ、モンダマが変わったやつなんですよね。で、これの、この数字の上げ方は、まあ適当なクエストを周回すればいいんですけど、個人的にはこの、スタミナが使わなくていいひらめきの遊戯場の、まあ、一番簡単な第一ステージ、この辺周回しとけばすぐ溜まるんじゃないのかなと思います。始めたての人はノマクエとかやってもいいんじゃないのかな。それかさあ、じゃあこれを引いていこうかなと思います。で、今回はカマエルとアルセーヌが出てくるんで、一応まあどんな感じか、こんな感じだから、まあ他の方の動画で見た人もいるかもしれないけど、まあそんな感じで、まあ、アルセーヌもカマエルもこの端末持ってるから、逆に私今回は引かないかな。で、とりあえず貴族性、あのタンポポが出る可能性あるから、頼む、出るで来い。はっ、あ、いや興味ねえや。そしたら、まあ、あとはもう適当に、まあ、適当に3枚、はい。こんな感じで、まあ、好きなところを引いて、まあ、こんな感じで出てきたキャラの中から、好きなキャラを1体受け取れるっていう感じになってるんですよね。なんか微妙い。でも、あと、これ多分ね、始めたての人とかは、出てきたキャラこんなん見せられても、何が強くて何が弱いのかってわかんないと思うから、別にこれね、あの、ギリギリまで受け取れる期間は待てるんで、まあ、ついに2枚ね。頼む！はぁ、豚！で、水は引かなくていいから、興味ない。で、天まで困ってるキャラもいないから、いや、残り1枚。ちょい、1枚して、次2枚。はい！興味ねえわ。これと、ここ！いや、お願い！頼む！タンポポ！出てきてほしい！いねえし。いや、これ誰も、新規のやついねえんじゃねえの？っていう感じになってます。で、この中から好きなキャラ1体を選ぶことができるっていう感じになってるんですよね。で、これなんですけど、あれ？あ、いるわ。で、一応これね、いつでも受け取れるのよ。だから今ここでこれ受け取ってもいいし、あの、一応期間はここに書いてある9月28日までに受け取れればいいから、ぶっちゃけ今すぐ引くのは、あの、おすすめしないです。なんでかっていうと、この1ヶ月の期間の間になんかガチャ引いたら、ここの中の受け取ったキャラ出てくる可能性もあるんで、まあ、本当は、あの、一番賢いやり方は、ギリギリまで待って、受け取るっていうのが一番いいやり方ね。だから、火花が、一応これ持ってないから受け取るかもしれないけど、まあ、ちょっとなんか別のキャラ、ラック高いキャラ受け取るかもしれない。まあ、ちょっと私、今はここでは選択しないかな。なんで、まあ、ちょっと次の端末、こんな感じに、ガチャリドラカードっていうのは、なってますね。じゃあ、あとは、サブ機のやつも雑談しながら適当に引いていこうかなと思います。はい。いやでも明日、モンストニュース発表されるじゃないですか。9月って一応、まあ多分予想動画でも言ってる人いるんですけど、なんかね、9月は毎年毎年コラボが来てるんですよね。これカマエル確かいなかったはずだな。で、だから、一応コラボが9月はかなり連続して毎年毎年来てるんですよ。だから、微妙い。だから一応今月もあるのかわかんないけど、ただ、前半に来ようと後半に来ようと、あれなんですよね。ぽい。あの、コラボが連続しちゃう？前半だって、サブキーかーサブキーかーまあいいや。これ合計ラックがね、いや、タンポポはね、合計ラック100だとコネクトスキルが、これ発動するってなるから、一応サブキー込み込みでなんとか全体のラックが上がれば一応、艦隊でなんとか組めるから、いや、私の理想は1体で運極なんですけど、そうかー、これ出ちゃうかっていうか、これムーも出てきてるから割と当たりが来てんな。で、まあ特にモンスター始めたての人は、当たりキャラとかがよくわかんないと思うんで、どのキャラが強いのかみたいな。だから1ヶ月、まあもしモンスト続けるんだったら続けてみて、ある程度、このキャラがここで強いみたいなのが分かってきてから、受け取るっていうのが、いいんじゃないのかなと、思いますね。何の話してたっけ？あ、そうだ、明日のモンニュか。だから、前半に来たら、ワンピと新しいコラボ。で、後半に来たら、新しいコラボ。で、10月は周年があるんで、10月前半は、一応例年通りだったら毎回毎回コラボが来てるから、そういう風に9月後半、10月前半って続いちゃうんですよね。だからその辺どうするんだろうな、みたいな。はい！お！あ！つい、超ついさっき私が動画出した。ウィンディもいる。まあだから今こんな感じ。どうなってるだろう。ああ、まあこいつはいらないや。で、確かこいつも、なんだっけ、これ確かアビニベーシャ適正だったかな、豪絶の。まあそうね、まあ興味ねえや。で、まあタンポポのラック上げるのが一番無難なところかな。まあこれをちょっと受け取るところを皆さん見せようかと思います。はい！はい！終わり。
まあそんなわけで、なんかコラボが来る可能性も例年の傾向だったらあるんですけど、今のワンピースコラボの直後の環境を考えると、ちょっと可能性が薄そうな雰囲気があるんですよね。いやー、ただもう一回出てきてくんねえかなー。違いますね。なんで、はい。なんでちょっとこれ面白くないですか、始めたの人は。多分、どうなんだろう、他のソシャゲでもなんか工場キャラをこんな感じで選べるみたいなのって、あんまり、ない。はずよね。おお、ああ、違うわ。一瞬、ニュートンと合わせて、なんだっけ、あの軍団が出てくるかと思ったけど、ちょっと違ったね。だから、一応、私の勘だとアルファシリーズでお茶を濁すんじゃねえのかなっていう予想してるんですけど、まあ、どうなるか、無料コラボが来る、ん？無料コラボは来るのか、どうなのかみたいな感じで。まあ、一応、当たりキャラと説明しとくか、この中で。私で選ぶんだったら、まあ、ペルセウスっていう、この、まあ、友情接待してくれるキャラか、他いねえかな。他なんか別に、まあ、クリスタルで裏21の適性ゲットするか、そのぐらいかな、このクリスタルか、ペルセウスか、あ、パスカルもいいね。パスカルが一番、後の今の環境を考えると当たりかもしれない。まあ、それかペルセウスかみたいな感じになってるかな。まあ、これはちょっと、ぶっちゃけ何でもいいから、何も考えなくていい。とりあえず今これは、まあ、そのままにしときます。じゃあ、はい、ラストの端末いきます。そのわけで、ラストの端末、やっていこうかなと思います。じゃあ明日から、パズドラさんの方がワンピースコラボが始まるんですよね。どうなんだろう？性能的に。なんか私よくわかんないけど、なんか性能紹介動画みたいなの今日見てたんですけど、なんかこう、うわ、ぶっ壊れみたいな感じじゃなくて、なんか、ん？あー、強いかみたいな、なんか、そんな感じの、なんかカイドウだけが、全パラ5倍っていう、私全パラ5倍の意味の全くわかんないけど、まあ、そんなが、なんかやべえみたいなこと言われてたね。言われてるのちょっと見ましたね。あとは、なんか、パーティーのレアリティが一定以下だと本気出せるよみたいな仕様を持ってるから、なんか、海賊は自由なのに、なんか、自由を制限。おお、いや、なんで、まあ、そんな感じなんすよね。やる意味なんか、どうしよう。ガチャリドラカード毎月毎月こんな適当な雑談しながら、やってこうかな、今のところ。モンダマだと一瞬で、ああ、終わるん。けど、ちょっとガチャリドラカードちょっとめくる楽しさあるもんね。最後1枚ずつにしよう。どうなの、パズドラさんも、ちょっと性能面で、どうなの、見てる感じはなんか、ああ、もうパッと見てぶっ壊れだわ。環境終わったわ、みたいな感じの雰囲気では、なんかなさそうな雰囲気。ちょっとすんね。はい。なんで、おー、木陰ね。まあ、この中だったら、もう私のおすすめは、まあ、タンポポなんですけど、まあ、ガチの目線で言ったら、まあ、ガチの目線で言ったら、やっぱりパスカルかな。パスカルと、意外とサスケもありかもしんないね。まあ、それか、いや、これはないな。一応、この、加藤清正も、ちょっと思ったけど、そうね。まあ、このぐらいかな。多分、この二人のどっちか選ぶのが無難な選択肢。あとはタンポポも。でも、なんだかんだでダウトの、なんだかんだでダウトの適性があるから、一応これのガチャゲン適性、ダウトすげえ使えるしね、それ考えたら一応これもこれでありなのか。だからタンポポは、ネタと思いきや割と当たりなぶりかもしんない。なんで、まあ、そんな感じになってます。終わります。ごきげんよう。